こんにちは、速稼塾の久保です。今日もガチンコマッチョクラブのあのミスター M さんが動画を送ってくださいました。ここで肝心なのはですね、今コロナウイルス、新型コロナウイルスが世界中で流行っていると、特に中国に続いて日本というのは第2番目の感染国としてですね、今まさにね、あのフェリーから出れない方もいて、すごく不自由されてるんですよ。そして私たちも、私みたいに田舎に住んでいてもですね、やっぱり駅前とか人通りの多いところではマスクをしている方が多かったりとか、まあいろいろとね、ウイルス感染についてすごく意識が高まったり、私あの先日ですね、一昨日なんですけども、町内会出たんですけども、町内会の一発目の話題が新型コロナウイルス対策なんですよ。私みたいなすごく狭いね地域でもそれなんですよ。ということは、皆さんの町ってのは私の住んでる町よりも都市部だと思いますんで、結構 人口が多いところだと思いますんでね、流動もしてるところだと思いますんで、もっともっと用心しなければならないなってところで、何ができるかってことなんですよ。何ができるかの、まず一丁目一番地は、おそらくね、マスクでもなく手洗いでもなく免疫力を上げていくってことも言えるんではないかなと思います。もちろんですね、マスクも大事です、手洗いも大事です。でもそれと同じように、体の免疫力を高めることによってウイルスを寄せ付けない鋼鉄の体になることですよね。中にはですね、感染していても発症しないみたいな方もいらっしゃるんですよ。そうなんですよ、感染しても発症せずに自分の自然治癒力が抑え込んで、そして最終的にはね、ウイルスを駆逐するような肉体が作れるんではないかなというふうに期待するところがちょっとあります。まあ少なくともですね、全滅させられないまでにしても、肉体を鍛えていくことによる防御力を高めることっていうのは、怪我ですとか他の病気に対してもね、有益だと思います。そして体が健康でしたら、結構ね、思考も健康になっていくんではないかなというふうな考え方もありますんで、ミスター M さんのね、このマッチョな体を作るこの動画をご覧いただいて、自分の体を鍛える、そのきっかけにしていただければなと思います。1分でできますんでね、ぜひやってみてください。それでは動画説明欄から動画をご覧ください。どうぞ。